春日さんに、いや不満溜まってんだね、銀ちゃんも。いや、溜まってはないよ。まあお世話にもなってるしね、春日さんに、うん、いい人なんでしょ。めっちゃ優しい、いい人だけど、ケチだけが、いや、いい人だけど、うん、プライベート絶対に写真撮ってくんないの。その誰、例えばもう春日さんだ春日だってなったら、うん、写真撮ってくださいって言われちゃう。いや、すみません、プライベートなんでって必ず言うわけで、それが子供でもそうなわけ。春日だってなって来ても、いや、ごめん、プライベートだからって絶対撮らない。でもやっぱ撮ったらキリがないんじゃない。いや、そうそうそう、もうめちゃくちゃ人気あるし、うん、で、悪いんじゃなくて、春日さん的にはこれは、いや、これは本当にすごいことで、言ったら子供だけ撮るとかそういう風にしてたらやっぱりちょっと差別になってると。なるほど。言ったら、うん、だから俺はもう全員を平等に見てる。春日ってそういう生き物だからみたいな。自分でも春日っていう、自分で春日っていう、人間じゃないんだ。人間じゃない、春日っていう、もうその生命体だから春日はそういう生き物だからっつって、うん。でもお笑いの話も絶対一切しちゃダメよ。お笑いの話しないの。もう絶対ダメ。何の話の、プライベート。いや、だからお笑いの話とかしようとしたら、いや、ちょ、お笑いの話はやめようって、もう酒がまずくなるからっつってそのお笑い別に好きじゃないしで、プラスがっていう生き物 が、もう若林さんって人をブレーンのもとやらされてるってこと。そう、で、なんでですかって聞いたの、うん、いや、だからネタ作ってないから俺っつって、うん、で、そこも潔いのよ、やっぱ春日だ、うん、で、いや、ネタ作ってないやつがお笑いの話してネタの話とかしてもうしょうがないじゃんって、それは若林くんに全部任せてるとね。で、ネタ作ってないやつが偉そうに言うのが一番嫌いなんだっつって。で、先輩とかでもたまにいるじゃん、ネタ作ってない方がお笑いの話めっちゃ熱くするやついるけど、俺はそれが腹立たしいと。そう、パラさんとかも、まあ、基本的にそれに習って、かつか、あ、パラさんもあんまネタ作ってないから、うん、いや、確かにそれ言う通りですねっつって。で、やっぱあの二人のすごいことって、すごいところって、その相方の悪口一切言わない。いくらお酒飲んでも話しても一切悪口聞いたことないですよ、一回も。いや、あの二人のおかげで僕らはここにいると。なるほど、うん、なるほど。で、ネタも書いてないし、だからお前の話は一切しないと、はい、ただまあできることを俺らは一生懸命やるだけだって。なるほど、なるほど。でもやっぱ聞いてる方はさ、つまんねえじゃん、やっぱそういう話って、うん、なんか何の話、何の話をしてる。いやいや、なんか、何、趣味もないじゃん、あの二人。いや、趣味もないね、だから釣りの話とかもするわけじゃないですよ。いや、もう趣味もないよ、全く。おいしいねぐらい、うん、だからもうその、いや、何の話してるって聞かれるのが一番困るね。何の話もしてないから。